皆さんこんこにちはガーデコジャパンの富永です今回は11月下旬に咲いたバラと鉢植えで管理している宿根草場をご覧いただこうと思っています。今晩からかなり冷え込んでくるようですね。秋バラもそろそろ終わりという感じです。今年は10月後半から11月前半にかけて晴れの日が続いてくれたおかげで、良い状態で秋バラを見ることができました。最近は何度か雨が降ったので、 花弁が傷んでしまったバラもありますが、それでもいくつかは見応えのある花を咲かせています。今回ご覧いただくのは、バラ5種類と、鉢植えの出根草4種類です。開花の様子と生育具合についてお話します。園芸・ガーデニングに興味のある方や、バラや出根草の品種選びにお悩みの方は、ぜひ最後まで動画をご覧ください。 まず最初にご覧いただくのはシェーラザードです鉢植えで管理しています過去の動画にも何度か登場していますがそれだけ色き先性がいいということですねご覧いただいている映像よりも実際はもっと鮮やかな色をしています花弁の表と裏の色が違うので実際の見た目と印象が異なるのかもしれません花は大輪というわけではありませんが花弁の先が少し尖っていたり 花色が鮮やかな分とても存在感がありますこのバラも他のバラと同様に薬剤散布なしで育てていますが雨の当たらない軒下であれば問題なく管理できるはずです花の見た目はもちろん素晴らしいのですが育てやすい品種でもあるので初心者の方にもおすすめです 続いてご覧いただくバラはジュリアです。鉢植えで管理しています。去年、新苗を購入して育て始めて、今年で2年目の株です。気温が下がってきて、だいぶ本来の形で咲くようになってきました。このバラは本当に花色が魅力的ですよね。生育面に関しては雨に当てないように管理しているせいか、病気に困ることはありませんでした。本来はかなりデリケートな品種のようですね。 ただ、結構樹高が高くなりますよね。自立はしてくれているのですが、すでに1.8メートルくらいあります。先ほどの動画から2日後の様子がこちらです。花がパカッと開いてしまいました。気温が高い時期には咲き始めからこんな感じになりますね。昔はこうやって花がパカッと開いてしまうと残念だなと思っていましたが、 最近はしべが見えた状態の花もまた綺麗だなと感じるようになりました続いてご覧いただくのはアジュガラテアートです秋に苗を購入してキクバに植え付けましたアジュガは何種類か育てていますがラテアートは灰色が特徴的ですよね複雑な色なので表現が難しいです ちゃんと根付いいいててくれたたようで、株元から新しし葉が出始めまます。目の数も増えましたね。こういったカラーリーフを寄せ植えに使うとおしゃれな雰囲気になりそうですが僕はセンスがないのでこのまま育てます続いてご覧いただくのはジュビリーセレブレーションです鉢植えで管理しています 過去の動画でもお話ししていますがもともとは花壇に植え付けてあってそれを鉢上げして雨の当たらない軒下で管理しています充実した花はもっとボリュームがあるのですがそれでもそこそこ良い状態の花を咲かせるところまで回復してきました去年は他のバラを優先して植え替えができていませんでしたが今年は真っ先にやろうと思っています枝が結構伸びるタイプのバラなので 一回り大きな鉢と枝を誘引するためのオベリスクを揃える必要がありますね続いてご覧いただくのはベロニカオックスフォーードブルーですグランドカバーとしてとても人気のある宿根草ですよね気温の高い時期は葉っぱが濃い緑色をしていますが気温が下がってくると銅板になります ここは暖かい地域なので、まだそこまで寒くなってはいませんが、それでも少しずつ葉っぱの色が変わってきています。春になると、ラベルにもあるように小さな青い花を株いっぱいに咲かせてくれます。それ以外の時期にもカラーリーフとして楽しめます。暑さや寒さにも強く、冬でも常緑なので、とても使い勝手の良い,い出根草ですね。グランドカバーをお探しの方には特におすすめです。 続いてご覧いただくのは、プラムパーフェクトです。鉢植えで管理していますが、他の鉢バラと違って雨ざらしにしています。隣に置いていたバラのトゲが当たって、花弁の外側がボロボロになってしまいました。ただ、花色はとてもきれいに出ていますね。鉢植えのバラのほとんどは、雨に当てないように管理しています。しかし、スペースの関係上、すべての鉢バラを避難させることができません。 このプラムパーフェクトのように病気に強いいくつかの品種は雨ざらしの環境下で育てています病気にもかかっていないのでどうやら問題はなさそうです来シーズンも同様の管理方法でいこうと思っています続いてご覧いただくのはビオラ・コルシカです 秋に苗を購入してまだビニールポットで管理しています花は継続してちらほらと咲いています他の作業に追われてほとんど手入れができておらずこんな感じで種ができてしまいましたせっかくなので種を採取しようかなと思っています性質はかなり丈夫なようでビニールポットでも問題なく育っています午後をビニールポットに植え付けてありますがもうかなり根が張ってパンパンになっています 鉢底の穴からもう根が出てきていますね。早めに一回り大きな鉢に植え替える必要がありそうです。あとは少し草枝が乱れてきているので、整える程度には切り戻しをする予定です。続いてご覧いただくのはグレーフィンディアナです。今年の冬に移植をした株です。 移植をするとどうしても根を傷めてしまうので、樹勢が回復するには時間がかかるだろうなと思っていましたが、予想よりも順調に育っています。樹勢の回復を図るためになるべく葉っぱを残したいということで、切り戻しはあまりしていません。必然的に細い枝先に花を咲かせることになるのですが、それでもそこそこのボリュームで咲いてくれました。このバラは房咲きになるのをあまり見たことがないので、 株の大きさの割には花数が少ない印象です。でも細い枝を多く残すことで、全体的な花数を増やすことができそうですね。冬剪定でも細い枝をなるべく残すように軽く切り戻そうと思っています。最後にご覧いただくのはツルバギアシルバーレースです。 すでに今年の花は終了して、今は葉っぱだけの状態です。この出根草も今年苗を購入したものですが、菊鉢に植え替えてからかなり調子が良くなってきました。芽の数が増えてきたなと実感しています。苗を購入した時は3本程度しか茎が見えませんでしたが、現在は11本あります。花が咲き始めるのは初夏なので、まだ半年ほど先にはなりますが、 今年よりもたくさんの花を見ることができそうです。体感温度はマイナス5度前後なので、暖地であれば屋外でも冬越し可能です。常緑なのでカラーリーフとしても楽しめますね。それでは今回の動画のまとめです。11月下旬に咲いたバラと、 鉢植えで管理している出根草の様子をご覧いただきました病気に強いバラはもちろんですが病気に対してあまり強くないバラでも鉢植えにして雨に当てないように管理をすれば薬剤散布なしで育てることは可能ですただ雨が降るたびに鉢を移動させるのはやはり大変ですよね病気に強そうだなという品種はあえて雨ざらしの環境下において大病性のテストをしています すべてのバラを完璧に管理することは難しいので、できるだけ手間をかけずに、それでいてある程度は良い状態で花を楽しめるように工夫していこうと思っています。今後も育てているバラや出根草の様子は定期的に動画で公開していきます。興味のある方は次回もぜひご覧ください。